皆さんこんにちは、高梨タサルです。今回 MLBB の楽曲を担当させていただきます。よろしくお願いします。僕の仕事のですね、皆さんがよく聞いてくれたのは多分ナルト、それからフェアリーテール、それからセーラームーン、あとですねプリキュアとかも流れてるのかな、あと中国ではゾンビランドサガが人気あるって聞いておりますが、その辺皆さん聞いていただいてるでしょうか。そんな形の仕事をしております。今回ですね、なんといっても南條さんがとっても素敵な歌を歌ってくださいました。イメージ通りっていうか理想的でしたね。声も素敵だし、それでねこの楽曲のクオリティをたくさんうんと上げてくれてると思っております。皆さんも楽しんでください。今回そうですね、普段とちょっと違うチャレンジをしたところっていうと、ちょっと僕あんまりね言葉数の多い楽曲っていうか、その歌物っていうのはやったことがなかったんですけれども、今回ちょっと今時風っていうんですかね、この言葉数が多いそういうメロディーにチャレンジしてみました。いつも通りですね、一生懸命やりました、全力で。なので違うところっていうよりも、今回も皆さんに楽しんでいただけるように全力でやらせていただきました。今回の楽曲の作り方、まずですねメロディーから、メロディーを作ってそこから肉付けをしていったんですね。それからギターリフ、リズム、そしてストリングスアレンジですね。そういうプロセスを経て今回の楽曲を作ってみました。あ、これ面白い質問だな。リッチー・ブラックモアのファンですね、ファンです。で、まあ影響を受けたっていうよりもですね、僕はそのレインボーというバンドを聴いてですね音楽に目覚めたので、そのリッチー・ブラックモアを聴いてなかったらバンド音楽というのをやってなかったかもしれないなと思っているので、そういう点でリッチー・ブラックモアのファンということで一番大好きなギタリストです。メロディー耳に残るっていうのはやっぱりシンプルが一番かなと僕は思っているので、あまり複雑なメロディーにしないように心がけてやってきたんですけれども、あとはねシンガーさんのその表現力っていうものだと思うんですけれども、今回の南條さんはそういう点とても素敵にメロディーを表現してくださったと思っております。オンラインの対戦型ゲームということで、プレイしてる方が熱くなれるように、そんな思いで楽曲も作ってみたので、皆さんもゲーム中聞いて熱く燃えていただけたら嬉しいです。皆さんこんにちは。今回 MLBB に楽曲提供させていただきました、高梨シアサルです。皆さんにこのゲームをぜひ楽しんでいただきたいと思っております。僕も楽しませていただこうと思っております。楽曲もぜひよく聞いてみてくださいね。いろんなことが詰め込まれております。We are believer, もっともっと強くなれる子は今その絆を信じて暗く寒い僕は心を蝕むジレンマに潰されそう。自分じゃわからないリアルで確かな強さは、弱さを認めることでその扉開き出す。僕ら未来のために誓う。何もしないで生きていたくはない、全てこの切ない手で手放せ。 We are believers、 その光掴んだ
つまずいた時そっと上向いたら信じられる言葉が聞こえるの負けないともっと強くなれる誓い何度立ち止まりはしない粘る Become